日本一のパン屋ペリカン知ってますか？はい、ということでですね、この日本一美味しいペリカンのパン買ってきました。はい、数年前まで私蔵前に住んでいたので、その時ねめちゃめちゃ食べましたよ、このペリカンのパン。でも事前に予約しとかないと絶対買えないのね、っていうぐらい超人気のパン屋さんなんですけど、皆さん食べたことあります？これ日本一って言っても過言じゃないぐらい美味しいパンです。全種類、まあ全種類はちょっと言い過ぎなんだけど、ほぼ全種類買ってきました。今日は食べないので冷凍なんですけど、まあ次回のカーボンに向けてね、ちょっと買っときまして、まずドン。完全にさ、シモンズのベッドでしょこれ。ベッド、ペリカンの普通のパン、はあ、もう今すぐ食べたい。いわゆるバンズ。あ、なんかちゃんと書いてある。タンパク質とか脂質とかもちゃんと書いてある。コッペパン、なんか軽そう、軽そうだこれ、軽い軽い。それからチューロール、これね、これしょっちゅう食べました。これめっちゃもちもちなの。うんふふふ、ハイカーボの日にどっしり食べていきますので、それに備えて冷凍していきます。どうも皆さん、ドクター歯科衛生士 A2E のあかねです。はい、もうさっき動画流したように、今日はですね、先週買ってきたペリカン、日本一のパンと言っても過言ではないくらい超有名で超美味しい、そしてなかなか買うことができないペリカンのパンをですね、がっつりもう食べていきたいと思います。もうパンなんでね、ハイカーボンにもってこいのものです。いきます。じゃあ早速もう、はい、バターのやついきます。バター、もうバターで、ちなみにこれ冷凍するときに形をブロックを作って、この切れ目を入れて冷凍しておくことによってサクッと焼き上がるっていう裏技です。いただきます。やっと食べられた。だね。パンって見た目が映えないよね。茶色みたいな。久しぶりに食べたけど美味しい。やっぱペリカン美味しいわ。じゃあちょっと挟んでるやついきたいと思います。じゃあこのバーガーね、バンズ、ペリカンのバンズ、ツナ卵です。ブリーツにツナと卵が入ってます。いただきます。食べられません。結構がっつりバンズだね。ペリカンならではの味はちょっとわかんないけどね。一個ロールいってみようか。ロールね、これめっちゃ可愛くない？このロール、これほんと可愛くて、このロール超好きなんですよ。ポフポフなのよこれ、ポフポフ超可愛くない？ほら、うわ、中身がさ、もうすごい、もう酢が作れるよねこれ。酢だ、酢、もちもち。ペリカン一もちもちなんだね。あんバターコッペパンを作っていくよ。まずもうバターをもう大量に。これつけて、バターを大量にね、もうつけちゃって、うわ、なんかめちゃめちゃ粒だねこれ、めちゃ粒めちゃ粒これ。こんなもんですかね。OK、挟みました。ドン。気持ち悪い。ちょっと気持ち悪いね。つぶつぶすぎて。美味しい。めちゃめちゃジャキジャキになるね。あんバターが最高すぎるんじゃない？これ。あんバターが。中毒性ある。これ
焼いた後のコッペパンで、めっちゃ硬いのね。今これ、焼く前、ふにゃふにゃ。ほら、全然違うね。焼いた方が美味しい、コッペパンは。さっくり感が出る。ジャムドカッと塗っちゃいます。だいたいこれで 30g ってことなんですけど、ジャムジャムジャム、色の感じで全然あんこに見えるね。これはいちごジャムです。隙間に入り込んじゃうね。美味しそう。いちごジャムでいただきます。ペリカンの味消えちゃうわ。ちょっと焼こ。最近私コーヒーは1日3杯絶対飲むんですね。コーヒーのカフェイン、ちょっと前まではカフェインは取っちゃいけないとか言ってカフェインレスを意識してたんですけど、もう最近は脂肪燃焼効果を高めるってことでカフェインをね積極的に取るようにしてるんですよ。だから1日3杯はね必ずコーヒーを飲むようにしていて、まあ当然ブラックコーヒーですけどね。でそれは缶とかのコーヒーじゃなくて一応落とすってドリップはしてます。ドリップはするようにしてます。でドリップするときにちょっと前までは普通に粉入れるじゃないですか、ドリップのあのろ過みたいなやつに。でそのまま入れてたんですけど、そのままね入れてでまあ渦巻き巻くように入れるっていうことをやればいいと、それだけやってたんですよ。ただ最近ちょっと変えたんですよ。一回粉全体をまずお湯をくぐらせて、でそのまま一回ティッシュペーパーをねパタッとかけといて、まあ蒸すと蒸らすんですよ。蒸らした後にもう一回入れると全然違うのね。全然味違うんですよ。簡単なこの蒸らすという工程を入れただけでまるで変わります。最初はちょっと上等なやつ使ってたんですけど、こんだけガブガブ飲むんだったらちょっと安めの価格にしないと、まあ、もったいないっていうことね。ガブガブ飲むんだったらちょっとそこまで高級なのは今ちょっと出したくないっていうことでちょっと抑えようということになったんですけど、この蒸らしを入れたことによって全然価格下げても全然問題ない。まあインスタントコーヒーじゃなくて一応落としてるっていうね、一応ドリップしてるっていうことがあるんで、インスタントコーヒーよりはもともと美味しいんですけど全然違うんですよ。この蒸らす工程絶対入れてください。皆さんもし入れる方いたらね、蒸らす工程絶対入れて、それ入れて、まあ保護者の両親の方だったりとか、お客様に入れて差し上げると、一味二味味変わるんで、ぜひもう蒸らす工程を必ず入れるようにしてください。やっぱりね、このブロックがね、あると、温めた時に全然違うのね、このこんがり具合が。全然違うから、絶対切れ目はね、入れた方がいい。サクサクの状態いただきます。オレンジハチミツいきます。結構なハチミツだからこうやってかけるしかないね。贅沢にいくよ。うわでもあんまかけすぎるとまたパンの味全然わかんなくなるから、うわ溝にめちゃめちゃ入り込んでる。あ結構オレンジだね。使い切りあるの嬉しいね。これね使い切りあるの嬉しい。大きいのいらないからさ。入り込んじゃったやつね。はい、うん、たどり着かなかった。うん、サクサク。ちなみにこの使い切りジャムはカルディで買いました。めっちゃ美味しそうじゃない、見た目。うわ僕見つけた、だね。うわヌテラ使います。大学の卒業旅行がイタリアとフランスを周遊するっていう2週間行ったんですよ。行ったっていうか行かせてもらったんですけど、でその時に初めてヌテラの存在を知って、で私の大学の卒業の時だからまだ全然ね、その時はヌテラなんてスーパーになかったけど、今もういくらでもいつでも手に入るじゃないですか。まあ気にしてなかったからかもしれないけど、ほんと7年8年ぐらい前はそんなスーパーとかでもなかった気がするんだよね。そんなに何が言いたかったのか分からなくなっちゃったんだけど、まあそれだけその時からの出会いだよっていうことです。中に入れるわ、中に入れる。
ょっと待って、これ大体どれくらい？結構ネバネバ、こんなにネバっこかったっけ？へえ、ネバネバやね。口の周りがすごいけど、言わしてデザート。はい、じゃあちょっとバーガーいきます。バーガー、何バーガーかというと、はいはい、見えます、照り焼きサンドです。照り焼きチキンサンド、テリテリにできたんだよね、いい感じに。ほら、テリヤキ感。前回爆食いしてから正確には5日目なんですね。5日しか経ってない、1週間経ってない状態で爆食いしてるんですけど、まあなんでかっていうと、まあ食べたいからっていうところもあるんですけど、今まではローファットをやってたんですよ。つまり脂質をだいぶカットして、脂質を抑えてローファットローファットローファットでね、やってきたんですよ。だから炭水化物をある程度食べて、本当に脂質の量を意識するっていう、体を変えていくのにローファットをずっと意識してきたんですけど、ちょっとそろそろケトジェニックっていうのをやってみたくて、究極言うともう毎食ステーキ、逆に炭水化物はほぼゼロにするっていう、タンパク質と脂質で全てのエネルギー、栄養を摂取するっていうことをですね、ちょっとやろうかなと思っていて、まあ今日からだいたい1週間後ぐらいからそれをスタートしようとしていて、いろいろちょっと安い時にステーキ買ったりとか、今そういう食材とかね、油とかいろいろ準備してます。いきなり炭水化物をゼロの状態にしちゃうと、それこそもう炭水化物使う体だからエネルギーない状態で低血糖になったり、イライラしたり集中したり、それ仕事に支障をきたすといけないなと思ってるので、ちょっと調整しながらやるっていう意味で、ここで炭水化物をわっと入れて、でもしばらくね、炭水化物とはちょっとさよならっていうことで、今日は本当にしばらくこういうパンとかそういうのとかハイカーボっていうのともお別れっていうことで今日食べることにしたんですね。なんかいきなり寂しい、いきなり寂しい感じ、卒業みたいなそんな感じで、ちょっと体の作り方、ボディメイキングの方法を変えることになりましたんで、ぜひそちらについてはもうどん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 動画上げていきますから、よろしくお願いします。あつ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 、はい、あつあつパンパンちゃんです。あつあつパンパンちゃんのもうこの、はい、すいません、汚いんだけど、この中にもぶっこんじゃいますね、あつあつのうちに。うわ、なんか見た目はちょっといまいちなんだけど、うわ、もういけない酢みたいな蜂蜜チョコレートフォンデュ、ヌッテラフォンデュ、いきます。蜂蜜ヌッテラフォンデュね、おいしそう。まあ、ヌッテラおいしいね。いい感じに中に入ってた。はい、温めたやつにまたこのバターを、あ、ちょっと待って、ヌテラがボコボコのデメリットとすると、塗るのが大変、塗れない、隙間に落ちちゃう、溝に染みちゃうっていう、すんごい汚いけど入れ方すいません、入れ方汚くてほんとすいません、ほんとに。うん、ちょっと切り込みが深すぎたかな、ちぎれそう、ほくろなんだかチョコレートなんだか分かんなくなっちゃう。すごい思うのが、体を作っていくと本当生産性が高まっていくのが本当に分かる。噛んだかもしれない、生産性、もう一回言います、生産性が高まっていく感じが本当に分かりますね。で、体が良くなっていくと体調も良くなっていくし、集中力も高まっていくし、
ヌテラつけながら何言ってんだって感じ。まあ、ともかく本当にコンディションが良くなっていくので、ボディメイクって本当に見た目だけじゃなくてね、いろんなところでいいところが出てきます。だからそういう意味で本当にただ楽しんで自分の趣味でやってますけど、みんなやった方がいいって本当に思いますね。さらにその体を変えていくって見た目を変えていく自分を節制するっていうのは、まあ、お金の倹約とかそういう考え方にもつながっていくし、全てにつながっているって本当に思いますね。 Hey, お待ち。コッペパンは結構バターが多いんだろうね、この焼け加減を見ると。で、決まってんの、もうコッペパンは、はい、もうはい、もうコッペパンの食べ方はね、決まってるんです。うわ、うわ、ちょうどいい感じ、この音。もう惜しみないエシレバターに、このあんですよ。音よ、でもなんか出てたな。こちらからマウス。バター溶けてない方が美味しいよね。あの白いバターを丸かじる感じがすごい美味しくないですか、あれ。あ、一部いちごってね。筋トレ始めて食生活を変えたことによって得られた美容効果、一つちょっと共有しますと、肌が綺麗になった。腕の裏が、私顔にニキビができたりとかそういうのはほとんどないんですけど、高校生ぐらいから腕の裏側ちょっとポツポツしてるのがあったりしたんですけど、それがね結構なくなりましたね、綺麗に。それほんと最近の変化ですね。ずっと高校生ぐらいからずっとあったような感じなんですけど、触った感じも全然しっとりっていうかサラサラだし、別にスキンケア何か使い始めたわけでもないので、それがね本当に大きな分かりやすい美容の成果ってとこですね。そのくらいいろんなところが変わるんでしょうね。食べきりました、ごちそうさまでした。ジャム瓶も2つしっかりと開けました。と、まあこれでしばらくいわゆるハイカーボ、炭水化物を大量に摂る日っていうのはちょっとしばらくなしで、3週間ぐらいはケトジェニックをやっていきますので、本当油を大量に、お肉とか魚とかですね、焼肉、一人焼肉みたいなのも動画にしていきたいと思ってますので、ぜひそちらの動画も見てもらえると嬉しいです。いいね、食べっぷりっていう感じで思ってくれましたら、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、またお会いしましょう。届かなかった。